イドルマスターミリオンライブシアターデイズ。今日は私のバースデーライブです。ステージの上で堂々とお祝いしてもらいますね。身長伸びたでしょう。そう？何をするかわからないまま喜んでたの？センターなんだから真ん中で歌えばいいんでしょ？簡単だよ。もう翼ったら、そんな簡単な話じゃないわよ。だってセンターよ、センター。アイドルになったら当然目指すものの一つでしょ。なるのってすっごく大事なことなんだね。プロデューサーさん、私センターに指名してもらいましたけど、何をすればいいかわからなくなっちゃいました。事務所の先輩にですか？プロデューサーさん、かっこいい。さすが大人の
男の人って感じ。少しは役に立ちそうなことも言うんですね。事務所の先輩か。わかりました。プロデューサーさん、私先輩に話を聞いてみますね。このシーン、主人公は悩んでいるところだから、はるかさん、なんか読んでるね。どうしよう。未来、声かければ。私なのよ。未来がセンターなんだから、未来が書きなさいよ。ん？あ、なんだか賑やかだと思ったら未来ちゃんたちだったんだね。こんなところに集まってどうしたの？はるかさん。すみません、うるさかったですか？台本を読んでいたの邪魔しちゃったりとか。ううん、大丈夫だよ。もうそろそろ出かけなくちゃって思ってたところだから。それよりプロデューサーさんまで。何かあったんですか？私に聞きたいこと？はい。もちろん、私に分かることなら何でも答えるよ。はるかさん、センターって何をすればいいんですか？センター？次の公演で私センターをやることになったんです。でも何をすればいいのか全然分からなくて。ありがとうございます。私センターって初めてなんですけど、ライブってすっごく楽しいですよね。初センターなんだから当たり前じゃない。そうだね。ね、未来ちゃん、ライブは好き？はい、大好きです。もっともっとみんなと歌いたいって思います。それじゃセンターで大事なことだけど、やっぱり周りをよく見ることかな。ステージではその日センターの人がみんなの支えになるから。うんうん、周りをよく見る。もちろんステージの上だけじゃなくてね、控室なんかでも声をかけたり。私の場合はみんな緊張してないかなって様子を見に行くことが多いかな。ちょっとしたことだけど声をかけられると気持ちが楽になったりするから、結構大事かも。なるほど。まあ、そういえばはるかさん、お仕事は？まだ出かけなくていいんですか？最後に、センターの人にとって一番大事なことだけど。一番大事なこと？それって何ですか？その答えはね、未来ちゃんはもう知ってると思うな。私がもう知ってる？
うですよね、プロデューサーさん。しておいた方がいいかも。うん。プロデューサーさん。私のステージを見た人たちにですか？もちろん、キラキラでピカピカなステージにドキドキして、それでわーってなってキャーってしてワクワクウキウキする感じで。それでそれで、プロデューサーさん、私、見に来てくれたお客さんたちに楽しいって思ってほしいかも。いえ、思ってほしいです。いっぱい、いっぱい楽しいって思ってほしいです。私、お客さんたちに目いっぱい楽しんでもらえるように頑張ります。
りじゃないよね。レッツゴー、キラキラのステージ一緒に分かち合いたい。素敵な奇跡はみんなの声がするから、勇気はいてくるよ。歌おう今この気持ちを、そうもっと感じたいこの奇跡を一緒に。私のセンターどうでしたか？そんなすごくないですよ。ミライ、お疲れ様。もうミライってば、さっきから呼んでるのに一人で走ってっちゃうんだもん。ごめんね翼、プロデューサーさんに早く感想を聞きたくって。初センター、先を越されたのはちょっと悔しいけど、でもすごく良かったわ。いいなセンター、私もやりたいかも。プロデューサーさん、センターってすっごく楽しいんですね。ステージがとっても広くてキラキラしてて、なんかすごいって感じでした。はい、私とってもとっても楽しかったです。って、おー、私はすっごく楽しかったですけど、お客さんは楽しかったのかな。しずかちゃんと翼？もう未来ったら、お客さんの顔ちゃんと見てなかったの？私はすっごく楽しかったよ。お客さんもニコニコしてたと思うな。未来に釣られるみたいに、私たちもお客さんもね。お客さんも本当？プロデューサーさん、私次も頑張りますね。そうだ、私はるかさんにも報告しなくちゃ。初センター無事に終わりましたって。本当ですか？はるかさん待って。ちょっと未来、今から追いかける気？もう追いつけないってば。
成したパネルミッションがあります。電車乗られ、ディナーはコンビニの
私の輝き、ご覧になりまして。感じるんです。自分の…あの頃描いた自分に少し近づけたみたいです。